僕は結構霞水系では以前にもね動画で出したと思うんですけれども、通常ただ巻きで使えてます。みんなびっくりするんですけど、マグナムクランクで釣ったっていうと、おすごいねとか言ってくださる方もいるんですけど、普通のクランクベイトとして使ってて全然魚自体は釣れる。よっしゃ来た、マグナム、マグナムエサーで。ちょっと可愛い子ちゃんでしたけど、はい、OSP 動画をご覧の皆さん、おはようございます。OSP プロスタッフの北野です。今回はですね、 OSP で、まあ、人気を誇る、ハドルワシリーズ、クランクベイトですね、の、実況を交えた解説っていうのを、霞ヶ浦水系で、ね、やっていきたいと思って、今動画を回しているところです。時期としてはね、春、魚の状況としては、これからスポーニングに上がろうとしている、プリのメスだったりとか、まあ、ミットに入ってくるメスだったりとか、ちょっとこういろんな状態のバスが入り乱れている状態にはなるんですけれども、そんな中で、OSP が、発売されているクランクベイト、まあ、ブリッジシリーズだったりとかバジンクランクだったりとかを使って攻略していこうといったような動画になっております。それでは早速、まずはブリッツマグナムエサールからスタートしたいと思います。よっしゃ来た、よいしょ、あー針が一本、あ、かかったマグナムブリッツ、よいしょいいマグナム、マグナムエサール。ちょっと可愛い子ちゃんでしたけど、でもまあまあマグナムサイズではないけど、いいです。マグナム強いね。で、練習でもね結構バイトが取れたりとかねしてたんですけど、こういう濁った時は果てなから、まあ、40センチぐらいかな。いいバスでした、ありがとうございました。よいしょ、ありがとう。このブリッツマグナムなんですけど、まあもちろんそのブリッツシリーズの中で一番大きくてね、一番強いクランクベイトという形にはなるんですけど、僕は結構霞水系では以前にもね動画で出したと思うんですけれども、通常ただ巻きで使えてます。で、案外普通に釣れます。みんなびっくりするんですけど、マグナムクランクで釣ったっていうと、おすごいねとかって言ってくださる方もいるんですけど、普通のクランクベイトとして使ってて全然魚自体は釣れる。まあ、特に、いいこのマグナム SR が状況的に使用すると釣れるんじゃないかなって思われるのが、やっぱり荒れてる時だったり、今日もそうなんですけど、ちょっと雨上がりで濁っちゃった時とか、あとは朝マズメとかのちょっと魚がやる気がある時に、広範囲に探りたい時なんかは SR、を使うことが、まあ、多いかなと。あとは、時期的な話をすると、まあ、春もそうなんですけど、結構好きなのは僕は秋にマグナム SR を巻く時が多くて、通常こう濁った時に大きいルアーを使う、派手な殻を使うっていうのは、まあ、もちろんセオリーなんですけど、反対にもう透明になっちゃってどんなにナチュラルに見せても騙しきれないっていう時は、こういう水押しの強いルアーが案外効いたりとかっていうのもあるんで、まあ、秋なんかもしちょっと映ってないなっていう時はマグナム SR 使ってみていただけると、いい聴覚得られるかなと思います。もちろん春でもおすすめなんで巻いてみてください。はい、まあ、今オリジナルのブリッツにちょっと変更してみたんですけど、まあ、マグナムクランクで魚も釣れたりとか、反応があったりとかで結構いい反応を示してくれたんですけれども、まあそういった中で、まあ、ちょっと減衰気味になってきて、朝まずめ、まあ少なからずね、こう曇りとか雨でも、朝まずめの効果って多少はあるんですけど、それが終わって反応がなくなりましたと。
っていったタイミングで、通常のブリッツまでサイズをダウンさせたらじゃあ反応はあるのかっていうのを今やったんですけど、まあ、それは反応がなかったと。っていうことは、まあ、地合いだったのかルアーだったのかは、ちょっとわからないけれど、ブリッツマグナムの方が優勢だったのかなというような朝まずめでした。で、ちょっと、ここでね、反応がなくなってきたので、移動をして、またそこで新たに OSP のクランクウェイトを使って、組み立てていけたらと思います。わかんなかった。よかったよかった。よいしょ。よし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 。よいしょ。ブリッツ。やだ。いい。ああ出ちゃった。危な。出た。パーセリっぽいカラーに釣れたね。ブリッツ。やりました。オリジナルのブリッツ。いいね。チャートブルーバック。霞っぽいね、色がね、うん、ちょっと可愛いけどな、元気だわ、リリースしたいと思います。はい、ありがとう。すごい減衰したね、やっぱりね。よいしょ。はい、はい、ありがとう。あー、よかった。朝からタイダルがちょっと変わって一気に水門開けたんで下がってきちゃったんで、どうしようかなと思ったんですけど、とりあえず川来て、で今着いたら、ね、結構水がバーってやっぱ下がってて、そういう時って今ちょうどこれぐらいの、まあ、ハクとかね、まあ、稲っ子の子供だったりレンゲの子供なのかな、これぐらいちっこい魚がいて、それが結構その流れにやられてその巻いてるところによるんですよね。例えば水門の前だったりとか、こういう護岸沿いだったりとか、そういうのをこう食べてる個体が今釣れたかなっていう感じですね。最初ね、タイダルもこっち側でバスもなんかこう動かなかったんで、一瞬あれみたいな感じだったんですけど、途中で動き出したんで、あ、バスよかったみたいな、そんな感じでした。ラトリンとかじゃなくてね、オリジナルのブリッツ。ほらほら、表層ね、見るとほら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 、これね、多分追っかけてるやつだと思うね。ほら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 、これが結局いろんなところにバーってこう水面上にいたんですけど、カレントがガッて今ね、橋脚のあたり見てもらうと分かるんですけど、すごい勢いで流れてると、こうやってバンク沿いに寄せられるとってなると、結構あれぐらいのサイズのバスはこれをもう永遠に食べてる。お腹ねぷっくりしてたんで、結構やっぱりあのぐらいのサイズのバスにはメインベイトになってるのかなと。でそれをこのブリッツでこう散らしながら、ベイトを散らしながらスイッチを入れて釣っていくっていう、そんな感じですね。だからちょうどこう流れが速いところとそんなに流れが速くないところの境目あたりにキャストして斜めに引いてくるといいのかなというような感じです。ベイトに当ててからチョイスしてもいいんですけど、まあ、どちらかというと濁りが強いんで、今日はこのチャットブルーバックにしてみました。朝ね、雨が強かった時も派手系のカラーの反応がすごい良かったんで、そのまま引き継いで今日はちょっと派手系で今通してるんですけど、でもうちょっとね、今もしかしたら日が出るかもしれないか、また雨降り出すか分かんないですけど、ちょっと曖昧な天気なんですけど、それによってまたカラーはちょっと変えたりとか、あんまりこう減衰して渋っちゃうようだったらタイニーブリッツに変えようかなといったような感じです。いやでもクランクベイトやってると嬉しいね、嬉しい。はい、ということで、朝ね、東浦の方から始めまして、だんだんとこう東岸を降りてきて、北利根川の方まで、流してきたような感じなんですけれども、まあ、状況としては、まあ、春、ということでバスが、まあ、スポーニング行動の一連の行動で、まあ、プリスポーンだったりとかミッドだったりとかアフターだったりっていうのが入り乱れているような状態っていうのが、まあ、今回受けた印象で、おそらく朝こう魚がね、マグナムクランクに反応してきたんですけれども、まあ、プリだったりミッドだったりなのかな、状況的にはっていう感じでした。で、だんだんとねこのスポーニング行動が進行していきますと、まあ、アフタースポーニングになってくるとだんだん魚が浮き気味になって、まあ、例えばタイニーブリッツだったりとか
ちょっと小型のコンパクトな、クランクベイトの方が反応が良くなってくるのかなっていうようなイメージです。でまたね、ベイトも今日見てたんですけど、まあレイン魚の稚魚だったりとかボラの稚魚だったりとか、シラウオだったりとかちょっとねコンパクトなものが多いのかなっていうような形で、スポニングコードが終われば順次それを食べて、回復していくバスが増えていくのかなっていう印象でした。まだハンプリだったりとかねミットのバスも多いみたいなので、徐々に、シフトしていくのかなっていう印象なんですけれども、今日は、まあ、どちらかというと、こういったマグナムブリッツだったりとかブリッツのオリジナルシリーズだったりとかのねちょっと大きめのブリッツの方が反応がいいのかなっていうような、感覚でした。また、今の時期にねもっと早い段階でクランクベイト使いたいよっていう場合ですと、例えば3月とかねちょっとこう冬から越冬してきた個体がだんだん春に向かってシャローに上がってくる段階の魚だったりすれば、HPF クランクの、まあ、ゆっくりテレトを巻いてあげたりとかするような釣りが良かったりとか、もっとね表層にこうイナッコとかが増えてきたら、バジンクランクとかいうのも朝夕まずめ効果的になってくるのかなと思いますので、状況に合わせて、いろんなクランクベイトね、リリースしてますのでチャレンジしてみていただけたらと思います。はい、で、今日ね良かったよっていうのがこう大きいクランクベイトで、まあまだ新しいシリーズなんですけど、このブリッツマグナム SR っていうのが今日結構反応良かったかなっていう感じなんですけど、使い方としては、ただ巻きで使っていただいても全然、普通のクランクベイトとしてね使っていただいても OK で、今日朝ちょっと試したのが、まあ、通称マグストって呼んでるこうグリグリグリってやってふわーっていう、でこれシミライズするんでこうちょっと揺れながらね上がってきたりするのが効いたりとかっていうのもあるんですけど、この時期ねタテストとかはこういう、まあ、護岸であったりとか杭であったりとかっていうのはこの、マグストがわりかし効率的に魚に出会えるバイトがもらえるのかなっていうようなイメージです。でだんだんこういうのにやっぱ反応がなくなってくると、タイニーブリッジシリーズに、切り替えていったりとか、水面系がね良くなってくると思いますので、まあ、アクションなんかもねちょっと考えながらやっていただけたらと思います。で基本的にこう霞ヶ浦ってシャローフラットだったりとか、まあ、全面的に浅いところが多くて SR とかっていうのが、まあ、基本的には出番が多いと思うんですけど、まあ、テトラ帯だったりとかそういうちょっと根分かりしそうなところだと、まあ、リップがね回避能力が上がったりするので、わざとねちょっと長めのリップのものを使ってゆっくり、リトリブしてあげて根分かり回避とかをしていただけたらなと思います。あんまりボトンもねゴリ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 って巻くとやっぱり引っかかってしまうので、まあ、ルアー回収機だったりとかねできるだけルアーをなくさない努力っていうのも、必要なのかなと思いますので、ぜひ、クランクベイトゲーム試してみてください。あ、来た。よっしゃ。タイニーブリッツ。MR。よしよし。ういー。かわいい。よいしょ。タイニーブリッツ。またすごいよ、こいつ。めっちゃ食べてるね。かわいいの。ゲット。午後から、流入の方、回ってみようかなってことね。西の巣の方をね今ちょっとぐるっと回ってたらタイニーブリッツ MR で、まあ浅いんですけどね足は高いんでちょっとリップ長めの方がいいかなってことで MR を選択して、で見てたらねやっぱりレンギョとか、ボラの稚魚みたいなのが水面ふわ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 やってたんでタイニーブリッツにしたんですけど、そしたらまあ案の定そういうのを食べてるような個体が釣れたのかなと。動画が出るような時期になってくるとアフターの魚の個体が多くなってくるんで、どちらかというとこういうタイニー系の方が、活躍してくれるのかなっていう時期になると思うんですけど、で反対にそのアフターがどんどん回復していくと今度またマグナムクランクとか、通常のねオリジナルのブリッツとかが、良くなってくるのかなと思います。状況に合わせてねクランクの方を選択していってもらえればと思いますので、ここの魚は、まあ、タイニーブリッツがいいのかなというところで、まあ、ある意味狙い通り、また朝の魚とはちょっと違う魚が釣れたかなと思います、はい、ちょっとねまだ時期的には早いと思うんですけどトップウォーター、
とりあえず今のところブリッツマグナム、ブリッツ、タイニーブリッツシリーズで魚がキャッチできているので、今ねまだ、やっていないサーフェスゲーム、まあ、サブサーフェスになるのかなということで、ダイバージンクランク、ね、ヘビーヒッターなんですけどをちょっと試しに、まあ、時期的にはもうちょっと後かなっていう感じもするんですけど、試しにねもしかしたら反応してくれるバスもいるんじゃないのかなと思って投げに来てます。反対に3月ぐらいのそのプリメスが結構そのスポーニング場所を探す時に、まあよく僕ら迷いプリみたいな言い方してるんですけど、間違ってこう上がってきたタイミングとかなんかは、表層なんかも反応が出るんで、まあそれも進行状況によっては春でもチャンスはあるのかなっていうイメージですね。まあ、ただ選択肢としては決してまあクランキングの中では多い方ではないのかもしれないんですけどね。ただ今日はまあ全種類一応釣れてるんで、せっかくなんでね、トップウォーターの方もちょっとやっていこうかなっていう、そんなようなイメージです。そうですね、まあやっぱりちょっとまあ減衰したっていうのもあるのか、反応はあまり得られないんですけど、まあとりあえずブリッツマグナムオリジナル、タイニーブリッツと、まあ大中小とやってきた感じで、まあ今日朝一がね一番まあ良かったのかなっていうイメージがあるので、まあ最後ね夕まつめこれだけね、まあ何センチぐらい、20センチ30センチぐらいかな、減衰はしてしまったんですけど、ローライター続いてるんで、最後もう一度朝の場所までちょっと時間かかるんですけど移動して勝負して終わりにしたいかなと思います。はい、ということで朝の場所まで戻ってきて、ブリッツマグナムスタイル投げてみたんですけど反応はないということで、まあやっぱりね、ローライトのパワーはあったんですけどちょっと減衰して反応がなくなっちゃったのかなといったようなところだと思うんですけど、まあ、一日通してねクランクベイトで、霞ヶ浦を、まあ、上の方から、北利根川、流入河川なんかも回りながら、釣りをしてってみたんですけれども、今回は、まあ、どちらかっていうと、大きめの方のクランクの地合いだったのかなっていうような、まあ、イメージでした。でもまあその中でやっぱりねマイクロベイトみたいなのを食べてる個体もいたし、大きいのにしか反応しないバスもいたりと、春の、まあ例えばスポーニングだったりとかの進行度なんかによっても魚の反応っていうのが、まあ、変わってくるのかなっていう中で、今回はこういう大きいクランクベイトが良かったのかなと思います。必ず、この春だけじゃなくて1年を通して、クランキングが効く時期とか効くタイミングっていうのは存在するので、まあ、そういった時にね普通にクランクベイトをチョイスできるように、皆さんもぜひ霞ヶ浦でクランクベイト試してみていただけたらと思いますので、今日みたいなローライトの日はクランクベイトを選んでみてください。それではありがとうございました。